いつもお世話になっております JMC の鈴木です。今日は何をしましょう。今日はですね、JMC のヘッドプロジェクトが今動いてるんですけど、それの番外編で、S30 のヘッドカバーの製造をちょっと開始しようかなというところで、これをお話ししたいと思います。この目の前にあるのがヘッドカバーなんですけど、今回作ってる L 型のヘッドの、真上にドンっていうカバーですね、これを作ろうかなと思ってます。プロジェクトの一環でっていう。そうです、L 型、ヘッド作るんでちゃんとカバーまで作ろうかなっていうのが、今回ですね。で、結構こう作っていらっしゃるメーカーさん結構いるんで、我々が作るかっていうのはあるんですけど、ちょっと今度はマグネシウムで作るというところはあまりまだ出てないようなので、同時に発売と同時に出そうかなと思ってます。今の製造でいうとどの段階ですか。今はもう CT の撮影とか図面設計までも終わってるんで、あとはものづくりだけなのと、あとはいろいろ聞いてるといろんな要望がちょっとあって、このボスこっち側に横にしたいんだとか結構要件もあるので、ちょっとそれを織り込みながら今作っていて、一応一番変えたのがこの内側見えますかね。この内側にワッフルプレートっていうプレートがこうくっついてるんですね。で、このプレートももうくっつけてるものじゃなくて、鋳造でやるんでもう一体型にしちゃおうかな。そのプレートの役割っていうのは、これはオイル、全体的にこうオイルが入ってるんですけど、ここをこうセパレートしてる部分があるん でそのためにこうついてるんですけど、これをもう鋳造なんでどうすんなら一体型にしちゃう、ほぼ取ることもあまりないので、これはもう設計済みに。であとは一番悩ましいのがここに日産さんのこうロゴが入っていて、我々もちろん日産さんのロゴが使えるわけではないので、ここにどういったものを入れるかっていうところと、本当はこう無垢材というかねにして削れば、いろんなこう一点一応で希望に応じてここに文字を好きなように彫ろうかなっていうのも一個考えたんですけど、やっぱりこの凸文字に結構意味があるんで、ここもこう一点一応の今凸文字で一個一個作るかどうかはちょっと今悩んでる。エンジンの顔になるところなんで、結構皆さんこう色をいろんな色に塗られたりとかで、黒が多いんですけど、で今回マグネシウムでやって軽くしようっていう試みもあるので、マグネシウムだとこう黄土色みたいな、酸化処理した時にこう色がなるんで、それは結構いいっていう人気の感じの色だったり、ポルシェのファンみたいにこう真っ黒でも真っ白でもどっちでもできるんですけど、そういったところのちょっと今要件を整えてる、アルミバージョンもマグネバージョンも両方作れるので、両方作ってみてっていう感じですかね。それも L 型ヘッドの発売時期とを被らせようかなと思ってます、あとなんかねこう要望があればぜひくださいっていう、そんなにこうヘッドカバーなんでいじるところがあんまりないんですけど、どうしたいっていうのがちょっと欲しいんですけどね。だからこれは全部こうやろうと思えば切削でも、ものとしてできちゃいますし、鋳造する必要性もなかったりするんですけど、切削だとやっぱり全部掘るんでやっぱり高いものになっちゃったりとかっていうので、コストもちょっと抑えながら、問題はここの文字をどうしようかな。なんで一応今回の我々の L 型のオリジナルがあるので、そこに対して合うような一点をちょっと作ろうかなと思ってるんですよね、マグネシウムで。